のりまさ TV Everyday。 髪切った。はい、皆さんこんにちは、よしです。今日ご紹介するのは、はい、ミニストップさんで購入いたしました、ピーナッツクリームの味のフランスパン工房でございますね。はい、金額の方が128円でございますね。128円、まあ、あのコンビニとしては安い方ですよね。ピーナッツクリームを練り込んだとなっています。はい、もともとまあパンにですね、ピーナッツバターとかね、塗ったりもしますんでね。はい、まあ合うんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じですね。こちらですね、フランスパン工房の典型的な形、色が入ってございますけどね、いただいてみたいと思います。うん、うん、なんだ、なんかね、練り込んだだけじゃなくてね、表面もね、なんかピーナッツっぽい味がしますよね。なんかかかってるのかな。うん、うん、なんだろう、細かい、細かい砂糖みたいのがちょっとかかってるような感じですね。うん、なかなかいけますね、これ。はい、ソンタンの由来いきましょう。今から約70年前、アメリカ人宣教師のジェイ・ビンソントンは、教会の維持費に充てるために、ピーナッツバターを作っていました。あ、そう。ソントン食品の事業は、創業者である石川国次郎っていうんですかね、が、1942年にジェイ・ビンソントンからピーナッツバターの製造を引き継いだことに始まります。このソントン食品工業という社名は、ソントン宣教師に由来しているのです。それから半世紀以上、ソントン食品は、ご家庭の朝食シーンを飾ってきたのです。なるほどね。そんな歴史があるんですね。ああ、でもソントンは、あんまり、僕はちょっと、知らないな。うん。はい。まあ、こんなね。まあ、なんか面白いですね。こういうのね。由来とか書いてあるとね。はい。なるほど。はい、ありがとうございました。ということで、なかなかね、美味しかったでございます。今日ご紹介いたしましたのは、ソントンのですね、ピーナッツクリームの味、フランスパン工房でございます。